めちゃくちゃなだれてる。怖っ。あ、こっちもや。どうも、おはようございます。バンフ TV ショートです。今日はですね、まあ僕にとっても、今シーズンもう23日目なんですけど、ここ3日ぐらいね、ちょっとマイナス20超えて極寒すぎてちょっと来てなかったんですよ。でその来てない間に、なんとスキー場のね、トップから行くあのバックサイド裏側が開きましたということなんで、まあ、ちょっと今日はね、見ての通り一人なんですけど、まあ、ちょっとどんな感じか、まあ、岩がどんなもんなのかっていうのをね、これからレクリエーションに来たい人のために、僕が板を犠牲にして行ってきたいと思います。まあ見た感じなんかね、パウダーっぽいとこもあったんですけど、まあ今日はもうないですよね。そして今日はね、なんといってもこの天気、そしてね、インバージョンなんですよ今日は。あのね、上が、山の上が高くて下が寒いっていう、だから僕はもう上から逃げたくないですね、下に降りたくない、今日はできればというような、まあ気候になってますね。上がね、マジであったかい、春かなってぐらい。あのリフト乗っててもね、上から右ポタポタ垂れてくるんですよ。それぐらいやっぱ上の方あったかくて、溶けるぐらい、雪が溶けちゃうぐらいあったかいと。景色もね、すごいっすよ、ほら、あそこの白いのがレイクルイですね。左の方の大きいのがデンプルですねっていう感じで、まあ今日行くのはね、まあ、こっちじゃなくて裏側なんですけど、まだちょっと景色が見えないんで後で行けますね。行くところはね、ブーメランって言って、まあ昔マフティブの動画をよく見てくれてる人なら覚えてるかもしれないですけど、ニケゴ女子と行くってやつで行ったエリアですね、ブーメラン。まあアイギャリーとか、あのアイギャリー系はね、まだ空いてないということです。まあ普通に裏のバックサイドのコースを滑れるっていう感じですね。まあ景色がやばいんで、すっごい飛び切るの景色をお見せします。深い愛で全部受け止めて。岩やないか。はい、それではね、今から裏側行きます。やっぱまだテープでここ通ってねっていうところが指定されてますね。やっぱ岩がすごいんやろうな。ちょっと行ってみよう。まあ雪はいいよ今のところね。岩すごいけど、ああよく開けたな。多分あかんわ、乗っていったらあかんやつや。乗っていったらあかん。Oh no. Holy gosh.やば、めちゃくちゃ岩やん。よく開けたねこれ。ギャリーはね、あそこ。いやー全然やな。まあシーズン中でもここはあんま雪乗れへんからね。もうええか。なんかパウダー見えるよ。行きまーす。
重い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 。ガリガリ割り機やないか。はぁ、あ、勝手。あと岩がすごい、まだまだ全然あかんかったわ。でも結構雪持ってきたね、なだれてるけど。これ全部なんとかギャリーの、ギャリーね、あの辺もあんね、岩ゴロゴロしてんねんね。今じゃないと分からへん、気色ある。集合体恐怖症にはもう無理な絵柄ですね、あれは。こっちもね、だいたい滑れます。ただこの辺まだやばいやろな、見るからにやばいもんな。これを飛んでいった猛者がおる。あ、意外といけんな。どこが正解かな。あの辺とかいいけどな、硬いんやろな。どうして、コース行きます、コース。俺は怪我したくないから、ちょっと行きたいけどな。横パウ舐めたいな。最高、今のあの一瞬でも最高。はい、というわけで、バックサイドね、ブーメランっていうエリアちょっと滑ってきました。正直ね、まだ入ったらあかんと思うわ。でも最初のネットの岩のところ、あれ一回越えてしまえば、まあだからあそこだけ歩いていけば、その先はね、まあ、ちょこちょこ岩あるんですけど、怖いな、怖かったし、結構正直。だからまだ行くには早いんじゃないかな、ブーメランはっていう感じですけど、まあまあまあ思ってたより悪くはなかったっすよ。コース自体はあの岩場だけっすね。あそこは毎年行く気もないんで、風と分けられて流れていくっていうね。それであんだけネットを敷いて、無理やり雪をあそこに溜めていくっていう、ああいうために置いてます。いや、それにしてもね、今日あったかい、マジで。着いた時は寒い、今日間違えたかと思ったぐらいなんですけど、今めちゃくちゃあったかいっすね。天気もいいし、やっぱね、レイクリークはね、なんといっても天気が良くないと。まあ皆さんね、これからどん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 シーズンも雪も降ってね、コースもいろいろ空いてくるんで、ここまで見てくれてる人は少ないと思うんですけど、まあ僕とケンジさんでちょっと考えてることがあって、1学期の中旬もしくは下旬ぐらいに、ちょっとレイクリークのスキー場ツアーみたいなのね、現状お金とか全く取らないんで、ただただみんなで滑るのはショーなんですけど、まあいろんなコースとか、まあ教室ね、レイクリークといえばこういうことがあるよみたいなっていうのを、まあ観光みたいなツアー、まあそういう感じのやつをね、やろうと思ってるんで、やるのはね、多分九位木のどっちか、1学期中旬か下旬の九位木のどちらかです。まあ皆さんね、時間あけてぜひレイクリークに来てくれれば。一応ね、僕とケンジさんも2人いてるんで、多少ね、滑りにこう差があっても対応できるようにしてやります。
ぜひ皆さん、またね、日程が決まればちゃんと報告するんで。アクション見てへんかった、気色悪い。はい、また日程がねちゃんと決まれば報告するんで、ぜひね皆さん日程を空けてレクリーグまで、来てください。それでは終わります。